イベントですね。流行りのイベントですね。これ個人的に一番知りたいポイントですね。うん、おなんだこれは。チーム入った。なあ。お黒帯とか入ってる。わなんだこれは。で、こういうのやりたいんですけど、あの初期の日までこういうのなくて、ちょっと作ろうと思ったらめんどくさかったので、コート用意しましたが、まずめんどくさい方法を試しましょう。めんどくさい方法、うん。この宇宙人をですね、改めてご招待しましょう。どこ行ったこいつを。ここに。ほうほうほう。よいしょ。うん。どう見ても宇宙人ですね。うん。わかりやすい。で、こいつになんか接触したときに、トリガーにして、こいつ接触したときに、トリガー。これ、マイクロゲームに同梱されてるゲームで、スクリプトでシンプルトリガーってのがあって、これで、なるほど、なるほど。手が呼びます。で、接触対象はプレイヤーに限定して、で、これでメソッド4、ユニティイベントってんでメソッド呼んだりとかします。接触した時は。まあ、ショーログみたいな感じで。おお、長い。長いぜ。で、中身を。よいしょ。で、中身、その、欄の中身を。違った。じゃない。コルチンっていうのを使って表現していきます。コルチン。そうですね。みんな大好きデバッグログで。コンソールにログ出すやつですね。で、リードリターン、ウェイト。これで、なんか、この条件が揃うまで、ここの処理で止まるっていうんですね。まあ、実際見てみるとわかります、これは。おボタンダウンの。リターナーになってる。N がないですね。で、ファイヤー 1? ファイヤー 1? ファイヤー 1? マウスクリックか、ファイヤーボタンです。あのゲームパッドの。ファイヤーボタン。そういうのがあるんです。まあ、要するに決定ボタンなんですけど。まあ、とりあえずはクリックしたらいいんですかね。で、スタートコルーチンでメッセージってやって。うん、まあ、こういうのを作成しました。で、ショーログのランっていうのをやると、接触すると、いやーって言って、クリックを押すと、ここには何もないよって言われると。はい、まあ、デバッグログですけど、会話が進められるわけですね。そうですね。なるほど。でも、なんかこれ、毎回スクリプト組むのもめんどくさいんで。うん、そうですね。あと、プレイヤーが止まらないをなんとかしたい。ので、まずはプレイヤーを止めましょう、その前に。プレイヤー。プレイヤーへの参照を持って。参照を持って。さっきちらっとやりましたけど、この、プレイヤーの、こいつにチェックが入ってると動かせるんですね。逆に言うとこれ外せば止まるんですよ。だからこのプレイヤーコントローラーを、なんだコントロールイネブルか。こう止めてしまって、最後に復活させる。動かせないようにすると。こうすると、接触すると。接触すると止まるはずだったんだけど、参照してないので止まらない。
そうですね。まだなるほど。あれですよ。ヘイム付けてないですよ。そうですね。塗り相手が誰か分かんないですもんね。そうですね。ここら辺、本当はもうちょっといけてる参照方法があるといいんですけどね。全ディレクション的な。まあ、これは、そういうのじゃなくて、もっと泥臭いアプローチでやってきます。お、止まった。で止まって、クリックすると、ここにもないよって言って、もう一回クリックすると動けるようになる。おお。でもこれ、まあ、ユニークな機能、特別な機能だったらいいんですけど、いちいちこの、コード書くのってめんどくさいじゃないですか。確かに。なので、もうちょっと楽に拡張できるようにしたものが、ちょっと用意したので、こいつですね。ほう、ほう。GitHub に。そう、ちょっと用意しました。そんなめんどくさ、書くのが楽だ、めんどくさかったんで。で、よいしょ。で、さっきダウンロードしたこいつを導入して、こいつは消しましょう。もうコンポーネントになってるんですね。そうですね。こいつはコンポーネントになってます。で、登録して、で、開始と終了時となんかイベントみたいなのができます。で、ログこいつ出せないんで、ちょっと、UI を表示ましょう。キャンバスで。画面の UI を。お。まずはこれで、下半分固定して、右からの距離を0にして、左からの距離を0にして、右からの距離を0にして、お、引き伸ばされてるですね。これで、まあ、画面のちょっと解像度が変わっても問題なくていいです。で、もう一回今度はこっちにして、上からのアンカーつけて、で、こいつらの色は黒と。なるほど。お、黒帯。黒帯。よくあるじゃないですか。なんか、そういうゲームで。会話シーンだったら、そう。カットシーンは黒帯ですね。カットシーン風な感じの。で、こいつのサイズを、だいたいここら辺いっぱいにして、本当のサイズをちょっと大きくして。で、通常はこいつオフにしちゃうんだけど、このイベントの開始時と終了時にオンとオフを切り替えるというのをやってみます。よいしょ。で、ゲームオブジェクトが、これでオンにして、アクティブか、アクティブじゃないかを切り替えれば。そうですね。これで会話シーンが始まった瞬間に、まあオンオフを切り替えると。で、中身を、よいしょ、書き込んでいきます。で、これのテキストの中身を。ああ、そうかそうか、それも全部イベントにしちゃう。言えばいいのか。そうですね。これ、複数行やってば、その、一個のイベントに対して複数登録できるし、こいつは行数であれば。おっと、エイリアンさんが、ランしてなかった。イベント呼んでなかったですね、こいつで。なるほど、なるほど。で、きた、お動けるんですよ。ああ、まあ、とりあえず、文字は出る。とりあえず文字は出る。で、クリックすると、こう、文章が進んで、イベントが終わると。で、これ、さっきも止めたいんだけど、プレイヤーを。これ、このイベント登録できるのって、メソッドだけなんですよね。こうやって登録できるのって。で、このプレイヤーの止めるための、こいつ。ああ、なるほど。メソッドじゃないんで、その呼べないんですよ。なので、メソッドにします。なるほど、なるほど。あ、なるほど。プロパティでもメソッドがあればいいんですか、ね、そうですね。プロパティでも呼べます。結構このプロパティでも呼べるっていうのは便利なんですけど。で、よいしょ。これで、イベントの開始時に、プレイヤーを止めると。プレイヤーコントローラーの
コントロールイネーブルをフォルスにしてしまって、こっちで戻せばいい。戻せばいい。これなんでプロパティチェンジ出てこないですかね。パブリック変数だったら出てきてもいいような。うん、自分もそう思いますけど。まあそういう仕様なんでしょうが。プロパティっていうのはどういうものなんですか。プロパティはあれですよね。設定時と取得時に、メソッドを経由して、まあ、処理を実行する。メソッドのようなもの、そうですね。まあ、変数のようなものだけど、実体はメソッドってことでしょう。うん、そうですね、はい。あ、だからそこにも設定できるんですね。はい。なるほど。ちょっとエイリアンが位置があれで見えないんで、前に移動しましょう。これで、浮いてる。まあいいや、これでああ、ジャンプ力じゃあ、戻れねえ。ちょっと、どうすかな。ここにしましょう。こいつなら大丈夫。ちょっとあの浮くのはあれなんで、地面につけてもらって。で、こんな感じで、接触したら、なんかなると。カットシーンっぽい。うん、カットシーンっぽい。で、さらにですね、この、今、カメラの位置が、これとかにすると、カメラの位置がちょっと、下すぎて、見えないんですよね。あ、そうですね。なので、これもちょっとズームして見えるようにします。え、そのズーム？その時に、まあ、シネマシーンっていうのが使えるんですけど。シネマシーン？ここで出てくるシネマシーン。そう。なるほど。またなんかすごい位置になりますね。マイナス960って。ゲーム、マイナス10か。こいつがカメラコントロールで、この、優先度が高いやつに、そのフォーカスが合うっていうシステムなんですね、こいつは。で、解像度を、よいしょ。こんぐらいまで下げると、うん。で、これ、このままゲームプレイすると、まあ、他のやつがどうなる値なのかわからないけど、これが高いと。上げるとこういう風になって、下げるとこういう風になる。おお。っていうのができます。で、これもオンオフでもこれが起こるので、これ。おー、ちょっと遅延して。あ、オンオフでもちゃんとそれを。ということはですね、こいつをイベントでオンにしてやれば、なるほど。そうやってフォーカスが合うんですよ。すげえ。15ぐらいで。おー。で、通常オフにしておいて、で、このイベントの時に、この中身で、こいつを有効にしてやると。なるほど。アクティブを。で、こいつで、今度はオフにする。そう、オフにすると。あ、このゲームイベントのスクリプトに対して質問が来ていて、あ、はい、デリゲートで引っ張る仕掛けなんですかねっていうふうに質問が来ています。ユニティイベントですね。まあ、デリゲートに近いです。うん。ユニティ独自の仕組み。そうですね。ユニティ独自の仕組みです。うん、こういう、シリアライズ、デリゲートってシリアライズできないんですけど、その、シーンに保存できないんですけど、ああ。これをシーンでも保存できるようにするっていうのがユニティイベントですね。なるほど。こういうふうにインスペクターにも手軽に表示できるようになる。そうですね。うんうん、実際にプレイすると。おいう感じになります。なるほど。あ、この放送のアーカイブは残りますか？残りますよね。はい、残ります。え？ん？何でもないです。え？そんな残ってまずいことはないですよ。ちなみに、そのイベントの、今使ったイベントの話をすると、ここから見た方が早い。こういってですね。見るべきは、ここまでですね。ほう。まあ、ユニティイベント、スタートのイベントとエンドのイベントと、まあ、ユニティイベントがいっぱいあって。ああ、なるほど、順番に。で、これをさっきのコルチンで、分回してるだけです。あ、すごいシンプルですね。うん、そう、またファイヤーはあるんですけど。クリック。と、まあ、こんな感じでイベントができます。で、もし、なんか、UI、キャラクターをひょっと表示したい場合には、ここにですね、もう一体、こう、キャラクターを用意しちゃったりとかしたりとかして、イメージで。で、ユニティちゃんどこだっけ、これか。よいしょ。で、最後。めちゃくちゃまた。またでかいし。まあ、こんぐらいの下か。
うん。で、ジム。こうして。ああ。まあ、大きさがこれですね。大きさがこれ。で、ちょっと外しちゃって大丈夫です。これ。ああ、うん。外しちゃダメだったな。まあいいや。何も設定されてないと真っ白いやつが出ちゃうんですね。真っ白いやつが出ちゃうんですね。で、キャラとかにして、で、このエリアイベントで、おや？なんか消えてしまった。うん。そんなバーガーな。まあいいや。もう一回復活させよう。あ、全部消えたんだろう。あれ？なんでしょうね。まあ。再生中でしたかね、今。なるほど。まさか。そんな、山村さんがそんな何回も同じ失敗をするわけがないし。まあまあ。で、これで、これイメージだ。まあ、アーカイブが残るので確かめられます。うん、そうです。謎は、皆さんの目で確認してもらって、で、これで、スプライトとかで、をやれば。で、次のやつで、別じゃない。スプライトを削除して、よいしょ。これでキャンバスのオンオフもやって、ってやると、まあ、キャラクターが、ちょっと動いたりとか、うん、有効になったり無効になったりとか、そういうのができます。ちょっと順番変えよう。おお、順番変えるわけですね。ああ、こいつにしよう。これでエイリアンと接触すると、あ、つけっぱなしだ。よいしょ。エイリアン接触すると、接触できない。ん？あれが、ランがついてない。ああ。よいしょ。よく忘れますね。これでも なんか、メソッド指示しなくてもエラーは別に出ないのがちょっと、あれですね。そうですね。これで、スタートして、視聴が。これ文字クリックするキャラクターとか画像とか差し替えたりとか、なるほど。画面全体にこう、画像バッと出したりとか、そういうのもあの合意にできます。ああ、会話シーン手軽に実装できちゃいますね、これで。ちょっとしたカットシーンだったらこれでできますね。そうですね。もうちょっとその効率的な、あのちゃんと理にかなったコードを作ってもいいんですけど、その複雑にするために。だからまあ違うな。簡単にその、こういうのをセットアップするために。ただまあ、これに関して言うと、単純にすごく、この組み合わせだけでいろんなことが表現できるので、結構応用が効くかなという感じでこれを紹介してます。で、保存もしましょう、ちゃんと。とまあ、こんな感じですね。このさっきのこれは、実は作れます。できた。ということで、はい。ちょっと時間はあれですけど、ミッションコンプリート。ミッションコンプリートと。十分自分のゲームって言えそうなぐらい改造されてると思うんですけど、うん。あとはね、そうですね。素材も自分の、自分で作ったのに差し替えて。そうですね。シーンを自分で作っていって。うん。あとはオープニングとステージの遷移を実装すれば、うん、もう完成じゃないですか。うん、結構自分なりのその背景とか画像とかを使えば自分なりのゲームになっていくので、いろいろ試してもらえるといいかなと思います。ちょっとスクリプトがけばあれですよね。動くギミックとかも作れるわけですよね。そうですね。ね、うん、夢広がりますね、これ。いやー、見るから。美味しい。うん。という感じでございます。いやこれでミッションコンプリートで、あとは、なんか話すことあったっけ？なんか質問とかどうですか？来てますか？どうやら証言によると、さっきは無意識にアンドゥーしてしまっていたようです。なるほど。そんなことあります？ああ、そうか。ありますね。ありえます、あります。コントロールセット。まあ、確かに。うん。うん、まあ、ね、確かに、このコードは、そうそう、間違いない。そうなんですよ。このコードは確かにアンドゥーの対応してなかったんですね。ちょっとこれは直します、後で。まあ、アンドゥーやれば、ちゃんとアンドゥーしてくれるようになるので。うん。という感じで、ちょっと、改造、ゲームの改造をしてみましたけど、どうだったでしょうかね。
いやー、自分のゲーム作りたくなりますね、これ。うん、そうですね。うん、いやー、やっぱりもうあれですね、元のプロジェクトの、まあ、設計がいいと、スクリプトも最小限でいろんなことが拡張しやすいので、うん、まあ、そこはユニティよくできてるなと思いますね。うんうん、はい、それに今回は 2D の横スクロールだったけど、あと2つは現時点であるわけですよね。そうですね。まあ、これは 2D ですけど、他にも、うん、まあ、このマイクロゲームの FPS とか、これチュートリアルっていうか、モッドがすごい充実してて。へぇー。あ、これは 3D、そうですね。うん、3D ね。3D のやつで、なんか、いろんな、画面効果つけたりとか。これは、うん。これも夢広がります、ね。まあ、確かにこれがやりたかったんだろうな、っていうなんですけど。とか、まあ、もしくは、やっぱ、みんな大好きな、この、カートですね。うん。まあ、これもちょっとだけ。ああ、これもそうですね。ステージ、コースとかを、うん。イーターで作れれば、オリジナルなコースが作れますからね。うん、あ、デコボコとか。お、トラックとか自分で作れちゃうんですね。そうですね。めっちゃいいじゃないですか、これ。スピードパッドの速くなるところが。ああ、うん、これも改造したい。アイテムとかもつけたいですね。うん、結構、このシリーズはカスタマイズがやりやすくなっているので、実際に触ってみてもらって、で、ちょっとモッドつけてもらって、その後に、まあ、自分なりに、カスタマイズをやってもらったりとかして。やっぱあれですよね、今までみたいに最初からすごいよくできてると、逆にこう、動かしてこう、あ、なるほどね、みたいになっちゃいますけど。うん、こういう感じでね、実際にこう、改造してみようっていうのがあると、やっぱ、改造して動くと楽しいですもんね。自分でもアイデアが湧いてきそうな気がしますね。ということで、ぜひやってみてくださいと、はい、いう話でございます。はい。自分の話はこれで終わりです。ということで、今年最後の道場でしたが、まあ、オンライン開催ということで。うん、はい、オンライン開催ですね。はい、ということで。まあ、これ、評判がいいと次回とかもあったりするんですかね。はい、まあ、道場枠ではなくて、もうちょっとその、コンスタントにできるとは思うんですけど、こいつは。まあ、サクッとやりやすいので。なるほど、月に一度の道場とはまた別に、うん、まあ、オンラインで。なるほど、なるほど。こういった放送ができればいいですね。まあ、そういう、ね、ライン、うん、要望をアンケートに書いていただくと、そうですね。また見たいとかですね。はい。あとはどんな、もうちょっとプロジェクトの中身を解説してほしいとか、あ、これは結構操作に指示を入れましたけど、ね、もうちょっとスクリプトの中身を多分話せるかもしれないですし、なんか取り上げてほしい題材とかあれば、そうですね。要望あればぜひ、ご言っていただきたいですね。うん、はい。FPS サンプル以外で。あれは大きいんですか？あれでかいですからね。ちょっとあれはさ、それはちょっと時間がでかすぎる。なるほど。来年も、まあ来年もまたよろしくお願いします。はい、来年もユニティ道場よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、では私を。